はい、皆さんこんにちは、中谷彦です。今日はですね、新型メルセデス・ベンツの E クラスに、試乗します。3モデルあるんですけども、ディーゼルエンジンを搭載した ISG のマイルドハイブリッド、それからガソリンエンジンを搭載した同じく ISG のマイルドハイブリッド、そして手前のこのブルームの車はですね、350E と言いまして PHEV になってます。それぞれどんな走りをするのか、ご紹介したいと思います。まずはこの車ですね、E350E です。PHEV ですね。ここに今エネルギーフローモニター出てるんですけども、2リッターのガソリンエンジン、直噴のターボエンジンに95キロワットの電動モーターをつけて、ハイブリッド化して、で25キロぐらいだったかな、大きめのバッテリーを装着して、まあ、PHEV として走ります。今これデフォルトでエレクトリックモード、電気自動車モードになってて、フル充電であれば112キロぐらいの距離を走れるそうなんですね。で、ここにドライブモードの切り替えスイッチがあって、これがバッテリーホールド、現在のバッテリーの充電残量を維持することができて、その間はガソリンエンジンで走ることができます。さらに、こちらがハイブリッド、いわゆる一般的なハイブリッドですね。エンジンがかかったり回生したり、バッテリーで走ったり、そういうようなハイブリッドモード、それからスポーツモードで、スポーツモードにすると今エンジンかかりましたけども、エンジン主体で走って、バッテリーにも充電をしていくモード、さらにインディビデュアルでそれぞれ、ハイブリッド、コンフォート、コンフォートといろいろ設定が、ね、まあ、できるということです。まあ、MBUX がですね、ついてて、いろんなこう話し声を拾って作動するので、例えば今まではハイメルセデスっていうと車が反応しちゃってた、反応してるんですけども、今回のモデルは例えば暑いとか寒いとかっていうふうに、ドライバー一人が乗ってる時はハイメルセデス言わなくてもいいような、そういうチューニングになったそうです。でここに大きなこの液晶モニターがあって、でさらに助手席の方にまで広がってて、こうスーパーモニターっていうらしいんですけども、助手席にね人が乗ってる時はドライバーからは画面が見えないんですけども、テレビを見たりとか、あと、まあ、携帯とデザリングして、いろんなネット情報を助手席の人は見ることができる。でここにカメラがついてるんですが、このカメラはこの運転席、前席周りを映すことができて、オンライン会議とかね、そういったのができるようになってます。結構足がね、硬い感じです。でミシュランの E パフォーマンスってタイヤ履いてるんですけども、まあ、多分電気自動車とか重たいバッテリー搭載してる車なんかにもその適合するようなサイドウォールの剛性をうんと高めているタイヤ、ランフラットかどうかちょっと分かりませんけど、まあ、ランフラットタイヤに近いようなちょっと硬い乗り味ですね。さすがに今これアンビエントライトがね、綺麗になってますけども、まあ、音楽をかけるとそれに合わせてこの点滅したりとかするらしいですね。まあ、いろいろその電気仕掛けの楽しみがあるようです。で、まあ、モーターとエンジンが一直線にこう、ね、並んでて直結しているので、モーターでエンジンをかけることができる。だからセルモーターはいらないわけですよね。だから逆に言うとセルが回ってエンジンかけますっていうのがなくて、ほとんど自然にモーターが回転することによってエンジンをかけるので、ドライバーが気づかないうちにエンジンかかってるっていうことになりますよね。で後輪ソーダもついてるので非常に小回りがよく効きます。
でこれはもちろんハイスピードになってくれば同位相で、動くようになって操縦安定性をね、うんと高める。でこのハンドル周りのファンクションキーなんかも他のメルセデスと全部共通しているような使い勝手の良さで、まあ、メルセデスからこうメルセデスに乗り換える、上に大きいクラスに行っても下のクラスに行っても同じような操作感で使いこなすことができるっていうのがね、すごくいいですよね。全く初めて、メルセデスにこうエントリーしてきた人は多分ちょっと最初は戸惑うと思うんですけども、この辺のタッチパネルの操作性とか非常に優れていて、一度覚えてしまったら本当に扱いやすいっていうのは分かると思いますね。今ハイブリッドモードにしてみました。まあ駆動力とそれから回生、今回生ですね、そういったのがまあ頻繁に繰り返されている。で、電気自動車モード、エレクトリックモード、バッテリーのパワーだけで走らせるっていう感じです。で、モーターはやっぱり、ゼロ回転から最大トルクが出せるので、非常に力強い、トルクフルな。普通のガソリンのターボエンジンだと、アクセル踏んでまずターボの下級圧が上がって、それからトルクが出てくるっていうワンステップあるわけなんですが、大きなターボチャージャーを積むとさらにターボのタイムラグみたいなのがあるんですけども、電気自動車の場合はともかくアクセル踏めばすぐドライバーが要求しているトルクがすぐに出せるっていうことで、非常にドライバビリティがね、いいです。でこの車はまあ FR、 フロントにエンジンやモーターがあって後輪を駆動するモデルになっているので、いわゆるフォーマチック四輪駆動ではなくて二輪駆動としてパッケージングされてますね。値段がまあ1000万円弱、車両本体としては1000万円しないんですけども、いろいろオプションをつけることによって今この車の状態で1200万円を超えるぐらいの、ね価格になってますが、 EV モードで110キロ以上走れるっていうことになると、まあお家に充電器があれば普段はもうほとんどガソリン使わないで走ることができるっていう、そういうメリットがね大きいですよね。でチャデモにも対応しているので、まあ、60キロワットの急速充電ができて、同じ日にあれであれば2回まで急速充電可能なように設定されているということです。で PHEV のいいところはさらにガソリンエンジンでの走行も可能ということで、まあ、電結してもガソリンがあれば走れるということですよね。それがまあ非常に今の時代にはマッチしてるんじゃないかなと思います。車の乗り味としてはね、非常にしなやかなサスペンション周り、タイヤはちょっと硬いんですけども、スプリングやダンピングなんかは非常にマイルドな乗り味で、質感も高いですし、この上質さはね、一つ昔前の S クラスに匹敵しますよね。それぐらいの上質な乗り味になってます。で EV 化することによってエンジンの振動とかもないですし、モーター駆動の時はエンジンかかったとしても、まあ、4気筒なんですが、ほとんど振動はない。このタイヤのガタンガタンっていうその硬さ、路面のちょっと荒れてるところの通過時なんか、それだけがちょっとね、残念なところではあります。 PHEV 化することによって車両重量も重くなるので2トンを超えるような数値になってくるので、まあ、さらにメルセデスベンツとしてのその高速走行の安定性や、耐久性、そういったものも踏まえるとこういったタイヤの硬さがね、必要になってきます。これが 100% 電気自動車だとさらに硬くなってくるので、実際他のベブで500キロぐらい走れるその100キロワット級のバッテリーを積んでるモデル乗ると本当に足は硬いです。メルセデスの EQS とかね、そのぐらいのモデルはそれにもかかわらずそのしなやかで上質な乗り味が実現できているのですごいなと思いますけどね。
でこの車の場合は PHEV ということで、まあ、現状まだその国や自治体の補助金が得られますということで、あと AMG パッケージ、普通のあのセダンや E200 の車ではその AMG パッケージっていうのを装着すると60万円ぐらいするらしいんですが、それがこの350はあらかじめもうついてるということで、補助金プラスそのオプション代込みでいうと、通常のガソリンあるいはディーゼルの E クラス新型同士で比べると数万円の価格差しかないそうなんですね。あとはまあ燃費の良さとかハイブリッドですから、燃費の良さ、そういったところで、走れば走るほどその差額分はよりお得な方法に、ね、なっていくと、まあ、ディーゼルなんかもありますけども、ディーゼルはやっぱりエンジン音が、ね、そこそこしますし、ガソリンの方も ISG のハイブリッドはありますけども、まあ、マイルドハイブリッドなんで、ほぼ値段が変わらないということであれば、この PHEV がね、プラグインハイブリッド、非常におすすめできるモデルですね。ただ若干、大きなバッテリーを搭載している部分で、トランクスペースが少しあの容量としては小さくなりますので、まあ、ゴルフバッグでいうと普通の E200 だと3つ搭載できるのが、この PHEV は2つになるっていうぐらいな感じです。リアシートにの背もたれが折りたたんでトランクする機能があのついてますので、そうは言っても比較的こう荷物が詰めて実用性も高いと思います。あと、まあ、ヘッドライトが LED のヘッドライトが100万画素あって、そのオートマチックハイビームみたいなものも、まあ、もちろんのことですね、プロジェクトマッピングみたいな機能がついてて、例えば夜間こう車線が見えづらいところ、 車線逸脱しそうになった時に路面にそのなんかコーションを、ね、表示して、ドライバーがちゃんとそれに、合わせて走れるような、そんな新しい機能もついてるそうですね。これはちょっと夜になってみないと、日没してからじゃないと確かめることができませんが、今こんなペースで喋りながら走っててですね、バッテリーの方の電費をメーターで見ると 4.4km パーキロワットアワーですねの数値出てます。でさらにハイブリッドの方のガソリンエンジンの燃費は 25km パーリッター、だこれコンバインして走ると相当な距離走れると思いますし、燃費電費ともに良くて、非常にあの実用上の走行時のコストは安く抑えられてるんだろうなということです。全体的に寸法があの横幅が30ミリ広がってたり、全長もちょっと長くなってたりするんですけども、かなり中がね広々します。はい、メルセデス、エネルギーフローを見せて、こんな感じでねちゃんと出るんですよね。いろんな意味で本当にすごい進化を感じますね。これまでメルセデスはその直噴化、それから48ボルトの ISG マイルドハイブリッド化、それから電気自動車とこうステップを追うごとにどんどんこう進化させてきていて、でそういったのがこの全てね、含まれて搭載されている、で PHEV という形になってこの車はまとめられてます。でそれだけじゃなくて、もともと伝統的なこの E クラスが持っている車の位置づけ、それから質感の高さ、作り込み、そういったものも全部ひっくるめてみるとね、本当にあの魅力を感じる車ですよね。はい、今度この車はですね、新型 E クラスのステーションワゴンです。 E200 ステーションワゴン、 E クラスといえばもうステーションワゴンって言ってもいいぐらいね、メルセデスのこのステーションワゴンは非常に使い勝手が良くて、実際僕もね W124 のステーションワゴン乗ってました。
非常にそれもね、いい車でしたね。でともかくメルセデスはハンドルの前輪の操舵角が非常に大きく取れて小回りが利く。この車はセダンと違って後輪操舵ついてないんですけども、それでもメルセデスらしい、フロントの操舵角が今ゼロになってますが大きく取れて使い勝手がいいと思います。で荷室容量の大きさもこれもまた魅力なんですが、まあ、リアシートバッグを倒せば1200リッターかなぐらいの非常に大きなスペースになって広々とした空間がある、わけですね。リアシートを立ててる状態でも荷室にゴルフバッグが3つちゃんと入ってしまえるっていうことでね、でこの車はまあガソリンの ISG マイルドハイブリッドなので、まあ、大きなバッテリーを積んでませんから荷室の床下も低い位置にあって、その分積載可能量が増えるということです。これも今アンビエントライトがこうブルーになってて、非常に綺麗でムードのある空間に、ね、なっています。ここにねエアコンの吹き出しがあるんですけど、結構この周りが静かだからこのファンの音がね聞こえるぐらい気になるぐらい静かです。車外にいるとね結構エンジン音直噴の音がしてるんですが、室内にいると遮音がしっかりしてて、聞こえてこない。この車はスポーツモードとコンフォートモード、エコモード、あとインディビデュアルモードですね。スポーツモードにすると若干アクセルのレスポンスが良くなりますし、ステアリングもシャープになる。それから、まあ、ESP もスポーツになってサスペンションもちょっと固めというように変化します。街中で普段乗るときはエコモードにして、全てをコンフォートに設定してあると快適です。はい、メルセデス、どうぞお話しください。エネルギーフローを見せて。僕はこれ見てる方が一番いいかな。この車も助手席まで全部液晶のパネルになってますけども、まあ、本来はここはなんかね、このセンターコンソールと同じような木目のダッシュボードになってるそうです。今回用意していただいた試乗車は全部このスーパーモニター仕様になっているので、助手席の人もいろんなことが楽しめるというふうに言ってますね。結構コースティングでその惰性走行している時にエンジンがアイドルストップして燃費稼ぐで、ブレーキ踏むとエンジンブレーキがかかるというような、非常にキメの細かな制御をしているのが分かります。リアシートもかなり広々としててね、足元もヘッドクリアランスも十分にあって、ステーションワゴンでありながらセダンのように使える、フォーマルにもまあ使えるワゴン、ステーションワゴンということでね、メルセデスの E クラスのステーションワゴンはやはり世界的にも人気があります。はい、メルセデス、どうぞお話しください。エネルギーフローを見せて。ここにねアクセル回路何パーセントとか、あとブレーキ何パーセントとか出るんですよね。今アクセル回路 25% 動力に応じて出ます。このね小回りの効き具合、あとピッチングとローリング角が出ますね。エンジンにすると、まあ、キロワットとニュートンメーターで出力が出てきます。あとターボのブーストプレッシャー下級圧ですね、それもまあ出る。でステアリングパドルで、マニュアルでシフト操作することもできます。なかなかこのステーションワゴンやっぱりね、いろいろ積んでいろんなアクティビティに使えるという意味では本当に魅力を感じますよね。
今 SUV のブームであんまりあのステーションワゴンってね、種類が多くないですけども、まあ、SUV もハッチゲートがあって、後ろに結構荷物を詰めますけども容量的にはやっぱりこのステーションワゴン、これが一番大きくね、長いものも詰めますし使い勝手がいいと思います。まあ、トランスミッションの変速に関するプログラムとかね、エンジンの制御は本当にもうメルセデスは信頼 100% 信頼できるので、その走行状況を完全に読み取って適切な変速タイミングとかエンジンの制御もですね、例えば雪道行った時のトラクションコントロールの作動具合なんかも非常に優れてますし、その辺の信頼関係、信頼感すごいですね。同じ例えばトラクションコントロールとか ABS とかあと ESP つけてても日本の車とちょっとねキャリブレーションの次元が違うんですよね。だから国産車はどちらかっていうと、まあ、一世代二世代前のものを制御を使っていることが多くて、メルセデスなんかの場合はもう最新仕様が導入されているので、本当にきめの細かい制御でドライバーがこう違和感を覚えることなく、適切な制御の下で走らせることができる。そこがねまた魅力なんですよね、走ってて感じる。まあ、直六のエンジンを搭載していた時のようなこう重厚さ、それがこのエンジンにはあまり感じられませんけども、その分そのまあハイブリッド、マイルドハイブリッドのまあモーターをつけて、パワーの不足分を補う、ドライバビリティをさらに良くするという意味ではいいのかなと思います。僕が乗ってた W124 も3リッターの直六エンジンでしたので、まあ、非常に古い車でしたけども重厚感があって、あとこう滑らかなパワーとパワーフィール、はい、が感じ取れましたけども、あとはちょっとこのエンジンのね、車外で聞いた時のエンジン音、まあ、これがちょっと直噴エンジンのためにちょっとディーゼルエンジンっぽい音がするんですよね。車外音、車外騒音という観点から言えばもうちょっとそのエンジンの音が外へ出るのを抑えてもいいのかなと思いますね。まあ、早朝の静かな住宅街とか車庫からね出す時なんか結構あれディーゼルエンジンなのかなと思うぐらいな、まあ、音がしてますので、そこの辺はちょっと静かにもうちょっと仕立ててほしいかな。まあ、この車がガソリンの ISG なんですけども、それ以外に今度ディーゼルの ISG 4気筒2リッターターボディーゼルもあるので、次はその車にね、乗り換えてみますが、まあ、電気自動車からその PHEV、それからガソリンとディーゼルのマイルドハイブリッドっていうね、まあ、フルラインナップで、同じこのプラットフォームの新型 E クラスにこう使い分けてるっていうところがやっぱメーカーのその力の入り方をね感じさせますよね。加えてEQ シリーズっていうね 100% ベブの電気自動車もあるわけですから、メルセデスの今の選択肢っていうのは本当に全て揃ってる。これだけ揃えるっていうのもね、それはそれでものすごく大変だと思いますよ。電気自動車作るだけでももう世界中の自動車メーカーがひっくり返るような思いで作ってるんですが、それをやりながらもね、こういう伝統的なモデルもしっかりと作り込んで、でパワートレインも数種類用意する、この辺がすごいなと改めて思います。はい、今度はですね新型 E クラスディーゼルエンジンの ISG モデルです。
まあ、ISG っていうのはインテグレーテッドスターター・ジェネレーターという略で、まあ、従来のジェネレーターの、ね、容量をうんと大きくして小さなモーターとしてエンジンの始動とそれからエンジンのパワーのアシストを行う、まあ、マイルドハイブリッドって言われるやつですよね。でそれがこの搭載されているこれはセダンになります。一番あのベーシックな標準仕様っていうかね、そういう感じの車になると思います。この車はですね、車両重量が1920キロ、まあ、PHEV の車に比べたら100キロ以上軽いと思いますけども、まあ、そういう軽快感みたいなのがやっぱり感じられます。でディーゼルエンジンなんですけども、ほらこのガラガラガラっていうディーゼル特有の音がしないんですね。で E200 もガソリンの直噴なんですが、それもある程度こうエンジンがディーゼルっぽい音になってますけども、それとほとんど変わらない、ほとんど直噴エンジンの音って言っても差し支えないぐらいの音量 のエンジン音です。で車外にいるとね、そこそこまあ音をするんですけども、室内にいたら本当に静かですよね。まあ、日本はあの軽油のね、値段が安いということで、ハイオクを使うガソリンエンジン車よりも特に輸入車の場合は軽油を使うディーゼルの方があの実用 燃料代っていうのは安くなりますよね。で加えて燃費もいいっていうことになれば、お買い得なモデルに なってると言えると思います。ドライブモードはやっぱりスポーツとコンフォートエコとあります。エコで走ると、まあ、エンジン回転数を結構低く保ってトルクで走る、それからアクセルを離せばもうすぐにエンジンが停止してコースティングする、そういうような切り替えで燃費を稼ぐ方向にセッティングされてます。まあ、タコメーター液晶でついてるんですけども、まあ、エンジンがこう今止まりましてでアクセルちょっと上げるとエンジンかかりましたっていうのも本当に頻繁に行ってて、それぞれその都度にドライバー何の振動もショックも感じないんですけども、このメーターを見ることによってそれが行われてるんだなっていうのが分かる。あとブレーキを踏んだ時もね、エンジンがつながって回転してエンジンブレーキも併用してるっていうのも分かります。でコンフォートモードっていうのはそのコースティングが減ってエンジンの制御になってアクセルを離せば燃料カットはするけどもアイドルストップは していない、コースティングがまあちょっと省かれてるような省かれる感じですね。でスポーツモードを選択するとギアが一段下がってより高い回転域で、走らせるようになってる。まあ、この、エンジンのモニター見てるとね、出力とかトルクとかブースト圧なんかが分かるので、これもモードによってこう切り替わるのが分かりますね。路面のこの衝撃波種の伝え方もこのセダンが一番マイルドな感じがしますね。まあ、サスペンションの仕様が違うのか、多分タイヤは同じ銘柄、セダンとステーションワゴンはピレリのタイヤがついてましたけども、寸法も同じなので、サスペンションのセッティングで乗り心地 NVH がちょっと違うんじゃないかなと思います。セダンの方が全体的にこうまろやかな路面の反力のいなし方がねあって、で快適な感じで、その一方で車が軽く感じられるので非常に軽快、ハンドリングとしては軽快なフィールがあります。このセダンの方にも後輪ソーダはついてないので、後輪ソーダは PHEV E350E だけですね。ですからまあもともと E クラスはハンドルのね前輪の切れ角がこれ今39度まで切れましたけども、大きく取れて小回りが効く、 PHEV はさらに後輪を逆走に切ってさらに小回りが効くということで、
まあ、日本の国産でいうとそのヤリスとかそういった車コンパクトカーよりも小回りが利くっていうのがね、メルセデスの後輪操舵システムのすごいところです。結構コンフォートモードでもその軽々と走ります。ドライバビリティがすごく警戒感がありますね。ディーゼルエンジンのそのもたつき感みたいなのは全然なくてね。で、アイドルストップも、車両が停止する少し手前からもうエンジン止めてくるので、本当にそこは市街地でも静か、そのディーゼルの音をしないでこう信号待ちとかでも静かに、スタンバイしていられます。今こんな感じで走っててですね、燃費計の方は 15.6km/L です。ですからモード燃費 13.5 だったかな、それよりもいい数値がもう引き出せてる。まあ、長距離を、ね、走って燃料代を節約したいっていう人は本当にこのディーゼルがいいと思いますね。エンジンのね、その音もガソリンとほとんど変わらないので、逆に言うと今度ガソリンの4気筒の存在意義っていうのがね、今度問われてきちゃう。ディーゼルがどうしても嫌だっていう人はそうそういないと思うの で、常に僕はドライバーなので運転席でレポートするんですけども、こうやって助手席の方にも大きなモニターがついてて、いろんなアクティビことができるっていうのもあると、今度助手席に乗ってね試してみたいっていうのもありますよね。今度機会があればアシスタントに運転してもらって、自分は助手席でそういう機能をねいろいろ試してみたいと思いますけど。はい、ということでですね、新型 E クラス、3台を乗ってみ、ました。それぞれガソリンからディーゼルの ISG、 そして PHEV ですね、パワートレインは3種類あるんですけども、非常に似通ったキャラクター付けでね、操作系も同じ、それからそのいろんな電子新しいデバイスなんかも備えていて、これからの時代にふさわしい E クラスになったなというふうに、感じました。ただ一点、そのタイヤがねちょっと硬い感じがするっていうのが、そのランフラットタイヤなのかそうじゃないのかっていうことも含めてちょっとわからない部分もあったんですが、一番ベーシックなこのガソリンのセダンがそういう意味では乗り心地っていう面では一番しなやかな足を持っていたと思います。